マリナです。今日はデート企画ということで、はい、とりあえず浅草の雷門に待ち合わせということで来たんですけど、今待ち合わせをしてます。ちょっと緊張します。今日はデートがあるんですけど、まだね相手は分かっていないんですよ。ちょっと本当にどんな人が来るのかなって楽しみなんですけど、もうここが待ち合わせなんでね、雷も。おお待って、一心やん。ちょっと待って、もう一回言って、もう一回言って。 OK、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  だからここら辺だと思うんですよね。おお、マリナちゃん、待って、この間 の中華ぶり。あ、そうですね。いや、中華ぶり、二人きりやばいな、マジで。二人きりやばい、マジで緊張するもん。今日のデート相手ということで、はい、お願いします。いや、お願いします。え、すごい、マジでデート本当にワンマン剤でしかしないから。そっか。はい、ギシ君の浴衣です。似合ってます。浴衣じゃない、着物。似合ってます。え、似合ってる、めっちゃいい感じ。じゃあ、マリナちゃんの着物です。え、めっちゃいい。真珠がいいっすね、パールみたいな。なんかね、最近の着物らしい。あ、そうなんすか。はい、じゃあ早速デートしてきますか。はい。あ、なんかちょっと今日もらったんですよ。何をですか。なんか紙をもらったんで、はい、ちょっと一回読んでいいですか。あ、いいっすよ。ギシ君、マリナさん、こんにちは。今日はカップルだと思っていちいちデートしてください。その中でポイントごとに指令が書かれた紙を渡すので、はい、それに従って2人の仲を深めてください。では楽しい一日を、はい、あ、じゃあもう今日ガチで俺カップルだと思ってデートしていいですか。今日はそう、なんか YouTube とかそういうことじゃなくて、はい、カップルだって。あ、全力で。じゃあとりあえずじゃあ行きますか。じゃあ、はい、この雷門のあれ、中、はい、1回入る。そうですね。え、ではこの身長差いいな。俺170です。170、はい、40。だからちょうどいいっすよ、多分この身長差。確かに。そうっすよね。どんな今日デートプランみたいな考えてます？デートプランなんだけど、とりあえずおみくじを引きたい。いや、わかる。そう、おみくじ引きたい。てかもう日曜だから人がすごい。やばいね。マジでやばい。最後に彼氏いたのとか言ってるんですか。あ、でも最後は本当に、はい、あの多分動画で出てるのが真実だから、はい、本当2年前とか。あ、そうなんだ。そうそうそう、好きな人は好きだけど、まあ、はい、その人も好きじゃないからちょっともうね、いいやと思って。え、俺マジでこういうデート企画とかしたら、あの好きになっちゃうタイプの男なんですよ。気をつけてください。デート企画ないない、なんかしてそうだけど。いや、でも俺もバンバンザで3年間デート企画をやり続けてたから。他の YouTuber ないです。ないです、他の YouTuber マジでない。意外とない。浅草結構行くっすか。でもなんかこの辺に友達も多いから、はいはいはい、ちょいちょい行きたいとか、つい友達と深夜、あのそこのお寺、うん、お寺じゃない、神社か分かんないけど、浅草のあるじゃん、お寺っすね。なんかで普通にあのお参りだけして、なんかアイス食べて帰るみたいな。うわ、エモ。え、深夜の浅草めっちゃいいっすよね。わかるわ。人いないから。そう。そっか。で、みんなでなんか隅田川とかできてみたいな。エモ。ってことを普通に知ってる。え、ナチュラルおしゃれじゃん。そう。なんかそういうのがね、結構好きなの。え、わかる。え、居酒屋とかも綺麗なところより汚い方が好き。あ、うちね、バーとかもね、うん、うち変なんだけど、バーとかもなんか会員制の個室のバーとかじゃなくて、うん、汚いバーの。いや、わかる。なんか落ちて。一緒。綺麗なバーとかよりも汚い居酒屋とかが好きなんですよ。わかる。そうなんだよね。なんか提灯ついてそうなところが。あ、わかるわかる。この辺でじゃあ一回ちょっとミッションをやりたいなっていう。はい、早速。サオリンから。はい。サオリンか。サオリンから。お団子を食べてお互いアンしてください。おおお。え、でもこの通りさ、結構お団子あるよ。確かに。ちょっとナイスタイミングすぎた。え、待ってよ。お団子なんてことは恥ずかしいな。恥ずかしい、なんか普通におみくじして、はい、そのさっきのミッション、団子美味しく食べながらやりましょう。 OK です。
え、なんかさ、敬語さ、なしにしない？いや、待って、緊張して。うちはなんか、全然敬語じゃないけど。そっか。いや、敬語はやめ、なんか距離感がさ、やっぱさ、カップルで敬語使ってきたの。いや、確かに。そっか、ごめんなさい。ごめん、ごめん。マリナ、ごめん。え、やば、俺なんか気持ち悪くならないかな。マリナ。なんかわかんない、俺タメ語になったら急にめめしいやつみたいになりがちなの。喋り方が違う。そう。わかんない。じゃあ、でもとりあえず敬語はやめる。敬語やめよ、敬語。オッケー。え、どうする？最初団子屋に行く？どうする？おみくじ。おみくじ一回聞いてから。オッケー。あの帰り団子屋行って、うん、なんか次行こうかな。マリナちゃんと行くんです。はい。あ、応援してます。ありがとうございます。俺らも成長したっすよ。うん、じゃあもう本当に成長したよ。え、100万人行ってから変わったことあります？変わったこと？はい、なんか環境っていうか。でも、マリナちゃん変わんなさそうだな。何も変わってない。なんか、うちさ、変装とかもしないからさ、めっちゃ怒られるの、アリシャとかで。あ、俺も変装全くしない。帽子とかも全くかぶんないから、うん、なんか、え、ちょっともうちゃんと、なんか普通の人くらいは帽子かぶって。わかる。なんかやっぱり大事な話とかもあるし、うん、ご飯食べながら。あ、そっか。なんか、やっぱ帽子くらいかぶってもらわないとみたいな。でもさ、やっぱさ、習慣がないからさ、忘れちゃうんだよね。あ、こっちの方がいいか。どっちの方がいい？あ、こっちの方がいい。そう、もうなんか頭良くなる。そう、あの煙。あ、あれは頭良くなるやつ。頭良くなる。うん、ありがとう。じゃあ立てた方がいいかな。立てたらバチ当たるとこない？ない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 。だったらもう、ああ、大丈夫だ。え、待って、これそんな伸びないから。今日、願望叶えにくいでしょう。待ち人現れないでしょう。新築引っ越し今はやめましょう。旅行道中に良くないことがあるでしょう。結婚付き合い悪い結果を生むでしょう。かわいそう。え、これはマジでかわいそうだと思う。あ、もう今日じゃないよ。やっぱ今日なんで。もうマリナが慰めてくれないと俺無理だ。慰めてくれない。団子怒るわ。今日団子怒る。 OK、 行こうか。行こう。すごいふわふわしてる。すごいふわふわ。最近の浴衣ってすごいよね。いいよ、もっと。ありがとう。義士って優しいよね。本当に、うん、え、マリナどういう男がタイプ？でも優しい人が、優しいは絶対だもんね。うん、でも別にめっちゃ理想が高いわけじゃないから。あ、そうなんだ。みんな好きになるし、全員バラバラだし。系統も？系統、系統、絶対条件で。そう、なんか系統とかも一緒？一緒じゃない。あ、でも外見は全然タイプとかない。あ、そうなんだ。こういう人のタイプとかも全然ない。いや、でもヘラヘラの 3人の中で一番性格いいんだなって思うのはマリナ。嘘、マジで。だってなんか純粋な気がする。なんか悪いことない感じがする。だって俺辛くなったらマリナのあのお酒のやつ見るもん。何やそれ。こっちか、左じゃん。そうだね。みんなヘラヘラって言うてんで、やっぱ性格全然違うから。いや、そうだよね。うわ、え、クリスマスだよ。俺クリスマス
ない。25は父さんと2人で一緒に、あの買い物に行くっていう。北海道からわざわざ来るから。父さんとデートして24日は何もない。何もないの？うん。え、マリアちゃん24日ある？え、何もない。え、これ、え、ちなみに24、25は何もない。ガチ？ガチ。俺と一緒。俺無理やり入れたもん、父さんと。え、だからどうしようかなと思って。どうしよう、なんか何すればいいんだろう。え、そうなんだよね。うん。まあ、でもお腹すいたし、喉も乾いた。いや、わかる。いや、団子どこ？なんかさ、お揃いのものとかもあって買いたいなって。いや、確かに。え、マリナちゃんは人見知り？え、めっちゃ人見知り。だって初めて会った時、え、こんなおとなしい人なんだ、マリナちゃんって思ったもん。え、これは？え、大福だ。え、でもさ、おし、あ、団子ある。オッケーオッケーオッケー。あ、やっぱこの団子でいくの。そうだね。いや、今日出たから団子をおごるわ、私が。あ、ありがとう。みたらし2つ、はい、800円です。すいません、今日出てよかった。はい、今日出てよかった。そうですね、はい、もう今日お返しです。なくてどんだけ買い方してください。あ、いいんすか？俺こういうの見つけるまで行かないタイプ。大丈夫？はいはいはい。待って、車でかいよ。ありがとうございます。あ、まあ、もういいよ。諦めるのか。だって絶対こっち入ってる。そうだよね。いただきます。いただきます。あれ、これ最初はあん。あーん、するか。そうだね。あんってどうやってやるの？ん？童貞すぎる。じゃあうちがあんする。いや、俺があんするって。違う。うん。じゃあお互いに。はい、お互いに。そんなことない。じゃあ、あー。あー。今風のさ。ねえ。待って。違う。何も見ないでさ、引っ張るからさ、全部俺に貼り付いたんだよ、団子。大丈夫。ティッシュもらってきていい？全部はダメ。全部ダメ。大丈夫？うん、大丈夫。なんか持ってんだけど。マジでさ、今見返してほしいわ。最悪だから今。そんなやばかった？うん。ちょっとさ、コーラ飲むよ。うん、コーラ飲む。目の前でコーラ飲む。コーラ飲みたい、普通に。コーラ飲む、コーラ。はい。コーラ飲みたい。コーラ飲みたい。じゃあコーラは。コーラ。俺がおごる。あ、本当に、うん、やった、嬉しい。コーラを2本欲しい、はい、ください。どれにしましょう？冷たいのがいい。あ、冷たいのがいい。冷たいので。え、ちょっと、あ、ごめん。カメラ下手くそか。コーラ飲みたい。似合う、浴衣にこのコーラ。浴衣にコーラ似合う。うん。ここがお土産屋か。お土産屋さんっていうか、なんかそう、なんかいろんな、なんか浅草のお土産みたいな。あ、じゃあなんかここら辺で、え、かわいい、お名前バッチ。で、マリナないだろうな。マーちゃん、え、ないの？マリちゃんならね。本当だ。え、ちなみに俺の名前わかる？ギシ。うわ、付き合ってんのに。付き合ってんのに。ギシはギシじゃん。違うよ、名前リョウタ。本当に？うん。ギシ？山岸リョウタ。山岸亮太。そう。あ、そうだ。アリシャが山岸って言ってた。なんで俺のことアリシャ山岸亮太アリシャ。え、亮ちゃんマリちゃんにする。とりあえず。アキちゃん。亮ちゃんマリちゃん。でもさ、これさ、亮ちゃんってどこでも買えるよね。確かに。じゃあ浅草感じるか。浅草感じた方がいいんじゃない？なんかめっちゃ気候だから。あ、そうね。いいさ。あるじゃん。なんかいいの。浅草じゃん。めっちゃある。浅草限定する。本当だこれ。これにする？
どうしよう。やった変えた。ね、やったし、もうね、お姉さんおすすめなんでね。そう、お姉さんおすすめ。お姉さんおすすめの変なおすすめの。よくある半分に分かれるやつ。いいね、二人で一つ。うん、これで。これをつけよう。そうだね。最大ルーキーあったよ。どこにつけよう。これつけてこう。でもこういうの結構ね。うん、つける人だよちゃんと。いや、俺もちゃんとつける人なんだよ、ね。ちゃんとつける。やった。ありがとうマリナちゃん。次のミッション、はい、ミッションというか虫で、じゃあ行きますね、はい、じゃん、ミヨちゃんより、お、見合わせのストーリーをお互いにあげてください。あーいいね、俺ね、匂わせ大好きなんだよね。彼女とかできたら絶対匂わせしようって思ってるの。決めてんだ、それ、うん、なんかさ、うち、いちご飴が食べたくてさ。いちご飴あったじゃん、さっき。いちご飴、そこにもあった。あ、そうなの。なんかさ、あれだよね、彼女とかいたら、わがままめっちゃ聞きそうだよね。なんか、彼女の尻に敷かれてそう。あ、そう。そう、俺、尻に敷かれないとダメなの。そうやな。うん。え、マリナ弾ける？うん、え、うちは、でもさ、それって彼女がさ、もう気が強くなったらダメってことだよね。そうだね、うん、そうだよね。え、マリナ合わせそうだもんな。え、いや、うちでも人によるんだよね。あ、そうなんだ。そう、なんか上の、え、強め、うん、強めの人だと、うん、なんかちょっとこうなっちゃうけど、弱いと嫌いと。ああ、ちゃんとしないとみたいな。そう、違う、そうそう、俺と付き合うと大変だぞ。大変そう。なんか、ね、うん、帰ってこなそう。いや、帰ってよ、飲み行ってくるって。うん、なんか話になって分かってた。いや、絶対マリナもそうだと思うよ。絶対そうでしょ。え、そんなこと言う。飲みに行ってくるって言って昼まで帰ってこないし。え、待って、うち意外とちゃんと4時とか5時とかに帰る人は。あ、そうなの。そう。てか、マリナなんか彼氏できたら飲みに行かなさそう。あー、飲み自体。それかその人と一緒に行くかも。うわ、いいね。しかも俺らスナック大好きじゃん。あ、そうだ。そうだよね。スナック大好き。こっちも何か。いちご買う？イチゴ飴食べるね。俺は大丈夫かな。ちょっとイチゴ飴を持って見合わせしようかな。お、いいじゃん。一旦ここで食べないとダメらしいよ。ここで、あの、ストーリーあげるよ。あ、オッケー、オッケー、オッケー。え、ちょっとさ、ちょっと、ここに行ってくれ。あ、オッケー、オッケー。ちょっと一回、そうだね、一回、ストーリー飲んで。おいしい。カメラ、まんま、カメラ買った。あ、ね、うん、うん、うん。え、ちなみに、匂わせストーリー撮り終わりましたね。うん、いい感じだった。いや、次俺どうしようかな。この辺かな。ここで浅草寺。浅草寺、浅草寺、浅草寺じゃないのこれ。浅草寺、浅草寺ってものこれ。そうだよ。え、なんで知ってんの。いや、そんなの習うっていうか、あの、教えてくれるよ。あ、じゃあ俺ここで撮ろっかな。撮る、これ撮る。うん、あ、じゃあここでコーラを持つから、うんうん、男かって分かんないぐらい、爪も見えないぐらいのちょっとのコーラ映り込み。ちょっとさ、せっかくだからさ、なんかさ、うん、ここに来たわけだしさ、うん、なんかこう、あ、浅草レラーみたいな。だからめっちゃ、なんか写真撮ってもらわない。こういう時にね、ファンですっていう人が恥ずかしい。あ、じゃあいいね。あ、ありがとうございます。ちょうどいい。あの、写真、まさに、あの、ツーショット撮ってもらってもいい。あ、あの、違います。あの、ここのツーショット撮ってもらってもいい。すいません。いいっすか。すいません。今ちょっと動画、ごめんなさい。これはどうする。これは置いとく。これ、いいか、これどこ。あ、じゃあ、この中、この前、前とかですね。すいません、すいません。あ、いいっすか。ごめんなさい。ありがとうございます。いい感じですか。あ、いい感じですか。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんかね、ちょうどいいナイスタイミングだったね。じゃあ、ここでまたミッションじゃない、ミッションって言うかどうかしら。これ、指令。うん。ここで、また、指令。はい。があるので、人力車に乗って、乗ってる間は手をつないでください。おぉ、アリちゃんからの指令です。え、最後に手つないだのは2年前ぐらい。最後に手いろんな人つないでんだろ。つないでない。嘘だ。つないでないよ。だって、なくない手つなぐタイミングとか。いや、YouTuber とかでもないよ。そうなんだ。そうなんだ。あ、ありがとうございます。どうぞ。チャンネル名なんて言うんですか。僕はバンバンザイっていうチャンネル。バンバンザイです。ヘラヘラさんです。ヘラヘラさんです。ちょっと、
ちょっと後でちょっと登録しておきます。ありがとうございます。はい。え、ちょっと待って。え、すごい。すごい。ありがとうございます。これちょっと好きになっちゃうねこれ。いや、そうだからキュンキュンするのよ。あれこの感じでお二人カップルさんじゃないんですか。はい、コラボですね。コラボで。はい。でも今日はもうカップルっていう、はい、全力で。カップル感出てましたね。いや嬉しい。最初カップル系の方かと思っちゃう。あ、カップル系 YouTube、カップルチャンネルだと思った。カップルチャンネル。でも嬉しいな。すごい。この絵めっちゃいいよ。めっちゃいい。早く手つなぎたいです。手繋ぎたい。ちょっと面白い。早く手繋ぎたいです。まだ発車してないけど、発車してないけどね。あ、そっか。はい。あ、じゃあ出発と同時に手をつないでもいいんですか。もうつなぎますか。あ、ちょっとありがとうございます。いや、いいね、なんかこれ幸せだわ、俺。幸せだわ、ね、これやったら嬉しい、ね、ちょっとなんか緊張しちゃうね、うん、いや、これはもうカップルだと間違えられるでしょう。いや、普通にカップルだと思いましたよ。あ、本当ですか。なんかもうこの感じが熱いっすよね。あ、ですか。うわー、いいよ。でもなんか明らか付き合ってまだ1ヶ月ぐらいね。1ヶ月この感じ。見つめ合ってって言われてガチ照れちゃった。見つめ合ってくださいショット、ね、見つめ合ってくださいショットやばいですね。ちょっとやばかったね。じゃあでも手つながないと。手つながないと。積極的、意外とでも積極的な人の方が一番好きだ。あ、本当に。ちょっと手つなぐのは好きマジで、うん。だからさ、あれだよね、付き合ったらさ、ずっとくっついてる。多分、そう、でも一人の時間もないとダメだから。ゲームしてる時はくっつかなくて、 はいはいはい、あとはくっついてる。ゲームするんだ。ずっとエーペックスよ。あ、エーペックか。一面って始めようかなと思ってんだね。え、マリナちゃん何やってんのゲーム。え、一応ね、なんか PS4 のいろんなゲームやってる。あ、そうなんだ。なんかエピはあんまやってない。ゲーム好きだったら多分お互いそれぞれの時間があるから大丈夫です。オンラインで友達とめっちゃ。そうなの。楽しい。え、てかすごくない。ガチエモなんだけど。ちょっと手つながない。手つながない。いやすごい。いや、いいなあ。あ、すごい、ハゲてる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 。これが本当、事前に予約とかしてもらったら全然何時からでも行けます。え、すごいね。プライベートで僕の夜のおすすめは2人でお酒飲みながらグラグラしてもらう。うわ、めっちゃいい。プライベートで行こう。プライベートで行こうじゃん。プライベートで行こう。プライベートでちょっとね、お酒もね、飲んだり。うわ、最高じゃん。こんにちは。こんにちは。こんなやっぱ YouTuber さんがいっぱい乗ったらファンの方たちにすぐ見つかっちゃうんじゃないですか。いや、ね、どうなんだろう。でも、ファンっぽい人が見てますけど、あれみたいな感じで、はい、やっぱ浅草歩いたら声かけられますか。あ、やっぱすごい声かけられますね。すごい、車と、うお、びっくり。え、めちゃくちゃハゲたんだけど。隣でめっちゃハゲたんだけど。びっくりした。え、デート行くなら浅草以外でどこは、行きたいのか。箱根。箱根。あ、箱根いいね。箱根行きたい。え、箱根行きましょうよ。箱根行こう。箱根行きたいね。ガチ行きたい。箱根一泊とか。あ、いいね。あ、もうゴールに着く。手繋げなくなるのか。手ついちゃう。俺結構手繋げるだろうなって。いくら近いとこまで行かせてもらう。ありがとうございます。え、俺本当に本当の彼女とかだったら、うん、まず絶対にこうやってやるもん。あ、こうやってやる。こうやってやっちゃう絶対。あ、でも多分うちもそうだね。多分こうやってやる。やるよね、こうやって。こうやってやっちゃうよね。うわー、いいわー。本当に付き合ったら。え、絶対甘えん坊でしょ。え、うちも本当にずっとくっついちゃいそう。あ、わかる。犬みたいな感じね。え、でもお風呂とかもね、割と入りたい人なの。俺も。お風呂とかも。風呂も一緒に入りたいし、であれだな、一緒にマッサージとか行きたい。あ、いい、あ、いいね。うん。え、俺と付き合ったら絶対楽しいよ。え、絶対楽しい。え、俺はまず毎日、うん、エモいお店を探すのが好きなの、うん、だから一人で散歩して、うん、ボロボロのなんか定食屋さんとかに一人で行って楽しむ。ボロボロって。いや、古いね、うん、わざとそこに行って楽しむの俺は。はい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 。だから、はいはい、そういうの好きです。そういうの好き。結構古いね。そう、なんかさ、昔の定食屋さんとかって美味しいね。美味しく感じちゃう、なんか。わかる。
え、付き合ったらどうなんかいいあるアピールポイント。私と付き合ったら結構な尽くすかな。尽くしすぎそう。尽くすかな。尽くしすぎよくない。合わせるからうまくされやすい。あ、なるほどね。舐められちゃう。意外とご飯とかもちゃんと作れるの、うん、なんか作れないイメージなんだけど意外と作れる。え、めっちゃいいじゃん。そう、うち味うるさいから、うん、味もちゃんとしてる人。うわ、本当に最高。でも濃い味派だからちょっと薄味めの人はちょっと分かんないかも。うわ、薄味だ俺。タレか塩だったら塩。あ、タレ、タレ塩だよね。俺塩のでしょ。うわー、そこ合わなかったか。あ、そこはまあ別にね、大丈夫。その人にね作ればいい話だから。失礼しました、うん、本日はありがとうございます。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 ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、楽しかった。楽しかった。人力車マジで楽しかった。めっちゃ楽しかった。また乗りたい、ね、違う、プライベートで。いや、プライベートでガチなの。普通に乗ろう。じゃあ最後の、はい、あれですね。見ますよ。見てください。プリクラを踊って岸くんがバックハグをしてください。おー、ルナより。あ、ルナか。はい、ルナちゃんです。あ、ルナからね。え、バックハグ。え、バックハグ。バックハグは緊張するな、さすがに。バックハグ緊張。でもさ、もう手つないだからさ、うん、あ、でもさすがに緊張する。ちょっと緊張する。プリクラっていうのはちょっとさ、分かる。あの、めっちゃ狭い空間でさ、うん、なんか3、2、1って煽られながらさ、いや、分かる。ちょっと顔さ、だってなるよね。ちょっとね、分かる。なんか顔、同じ顔を2秒ぐらい続けるのきつい。その間さ、浸透してるからさ、うん、ちょっと気まずいみたいな。いや、そうなんだよね。はい、やばい、マジで久々。緊張するな。ね。緊張する。ね。あ、ね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 、緊張した。緊張したわ。ちょっと待って、誰？誰？ちょっと待って、誰？え、誰俺？え、待って。え、誰？ちなみにあと38秒だよ。え、嘘でしょ？本当。浅草さ。浅草さ。聞かないんだけどさ。あ、いいよ。え、待って、10、待って、さすがに。ちょっと待って。やばいやばい。やばい。今日何日？今日は12月。12、あ、12月12？え、ちょっとさ、うまそう、落書き。いいね、あ、いいじゃん。あ、いいね、てか字うまいね。やったやった。石回りカップル、うん、まあこれでいいでしょう。うん。暗っ。暗っ。え、めっちゃじゃん、歩いたよね。だってもうプリクラとか撮ってたらさ、気づいたらさ、こんな暗いね。いや、めっちゃ楽しかった。楽しかった。なんか、本当に落ち着いた。うん、意外と気が合うかもしれない。いやね、思った。なんかさ、動画の顔となんかプライベートが結構違うかもしれない。お互い。あ、確かにね。おとなしいでしょ、絶対。おとなしいだね。俺も普段意外とおとなしいんですよ。でも普通プライベートでも行きたいね。うん。じゃあちょっと落ち着くしっぽり系とかご飯とか。なんかまあ普通にまあなんかみんなと一緒に行くなるみかな。分かった。そん時は俺が守るから、任せてほしい。今日はありがとう。今日はありがとう。じゃあねー。バイバイ。